北里大学第2回進学相談会。皆さんこんにちは。進学相談会へようこそ。北里祭でにぎわう相模原キャンパスからキャンパスナビゲーターのまっちゃんがご案内します。それでは早速行ってみましょう。受験シーズン直前、今年度最後の進学相談会です。こちらはメイン会場となっています。シラバスや過去問題集が閲覧できるコーナーや、各学部の個別相談ができるコーナーがあります。学部別相談コーナーでは入試を目前に控え、皆さん熱心に話をしていました。ここは入試対策講座の会場です。はい、本日はファイナルということで学部系統別に解説しております。シリーズで開催されたこの入試対策講座も最終回。今回もたくさんの来場者が受講していました。こちらは理学部サイエンスラボラトリーの会場となっています。どのようなことを行われているんですか？はい、光って何だろうということをテーマに、1日3回のレクチャーと、面白体験コーナーでは20種類以上の物理化学おもちゃを並べて皆さんに楽しんでいただいています。今年も多数の家族の方、小中学高校生の方に楽しんでいただいております。大人の方々も皆さん童心に帰って楽しんでいました。そして平成30年度から学部の入学試験はすべてウェブ出願になりました。会場では操作方法の解説も行われました。皆さんいかがでしたか？まもなく受験シーズンの本番です。体調を万全に整えて夢へ向かって突き進みましょう。以上、北里大学第2回進学相談会の模様をお届けしました。